皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ですね、ご紹介いたしますのはステラプレイ札幌ですね、札幌駅のステラプレイスの6階にございますビーフラッシュ29というですね、お肉と食べ放題のビュッフェのご紹介でございます。で、ね、こちらのお店ですね、もう昔から知ってるお店なんですが、ちょっとお昼ねすごくお肉が食べたくなってきたので今回行ってまいりましたので、どんなお店かご紹介したいと思います。どうぞ。はい、こちらのねお店はもうご存知の方も多いと思いますが、ステラプレイス6階レストラン街のですね、無印良品だとかの方の、東の端の方にあるお店でございます。で、こちらのね今回ランチで行ってきたんですけども、ランチも特徴的で2種類ございまして、ランチビュッフェの方なのかランチセットの方なのか、この2種類に分かれます。で、男女別でもねランチビュッフェの方が1500円と1700円ぐらいでちょっと差があります。で、さらにドリンクバーをセットっていうところは多いんですけども、ドリンクバーセットにするとさらに、デザートバーもついてくるので、デザート食べたい方は、ドリンクもセットにするっていうような特徴的なビュッフェになっております。で、今回ね行ってきた感想なんですけども、やっぱり最初にね、お肉のファーストオーダーとかがありまして、でそこにはね牛豚鶏っていうようなこう3つがついてきてですね、まあ、それを取ってる間にサラダとかがを取りに行くんですが、サラダもね結構種類豊富で、やっぱりこうあっさりね最初にまずサラダを取りたくなるので、それはねいいかなと思いました。あとメインの方はねちょっと少なめになっております。生地からねラップサンドとかはすごくねチキン挟んで食べるとめちゃめちゃ美味しかった。これねもうほんと1分ぐらいで焼き上がるんですけども、野菜とかこのチリソースを挟んで食べるやつ、これはねすごい美味しかった。あと、まあ、ポテトだとかマッシュポテト、普通のフライドポテト、パスタなりとビーフシチューだったりがあるので、メインとしてはちょっと少なめなんで、ね、あとはそのどれだけお肉を楽しめるかが重要なビーフなのかなと思いました。で、食べ放題のそのお肉なんですけども、最初にねファーストオーダーでこの牛豚鶏が来た時に、牛がねすごく美味しかったんですよ。結構レア気味で美味しくて、あ、これ何個でもいけんなっていうようにして思って、で次ね普通に頼んだものが結構ちょっと火が通っててイメージが全然変わったんですよ。あれ、これなんかちょっとまあ硬いというか、さっきに比べると全然違うものだなと思って、聞きに行くと同じお肉だっておっしゃってたので、まあ焼き方の違いかなと思ったんですけども、どうやらちょっと頼んでみるとね焼き加減も言えるみたいです。これね言う方あんまりいなかったんです。周り見てても多分僕以外焼き方をお願いしてる方いないので、ここをね注目ポイントとしてねぜひ言ってください。レアとかミディアムレアとかを言えば指定したやつにやってくれるので、ここはねすごくいいポイントです。で、ちょっとね硬めになるとちょっと僕としてはねインパクトが弱くなったというか、その肉肉しさが僕の中ではそのレアの方が高かったので、僕のおすすめとしてはレアをやっていただきたいと思います。で、ソースも、照り焼きソースと、なんだっけ、グレービーソースだっけな、もう2種類が常時置いてあるんですけども、その他、わさびマヨネーズだとか、ポン酢系だとかね、5、6種類別にもう用意されてるので、これをお客、店員の方に言えば持ってきていただけるので、ちょっとね、好きな組み合わせを自分で選んでですね、どういうものが合うかっていうのをねぜひ試してみるのもいいと思います。あとそのステーキもご飯自分で、よそって照り焼きソースかけて、あ、これポン酢が合うか、ポン酢をかけて、僕もやってみたんですけども、ステーキ丼みたいな形にやったり、ちょっと自分でねこうアレンジをして楽しむと、これねすごくいいビュッフェだと思います。なので、まあ置いてあるものからどういう風にして自分で派生していくかっていうのが大切ですね。で、あとやっぱりですね、僕の中ではすごく好印象だったのが、普通のビュッフェだとどうしてもビュッフェの中に最後デザートついてるんですよ。なので肉食べた後にデザートもいっぱい食べちゃうわけですよ。するとやっぱりカロリーオーバーになりがちなんですけども、ここはねやっぱりドリンクバーをつけないとそもそもデザート食べれないっていうシステムなので、僕にとってはありがたい。要は食べない、つけなければ食べれないっていう強制してもらえるので、
肉に集中できるわけですよ。デザートをよく いい意味で諦めれるわけですよ。あったら食べちゃうから、だからここはねプラスにとってください。あ、つけないと食べれないんだっていうよりかは、あ、今日は肉をがっつり楽しむ日だっていうようにして楽しむのか、いえいえここはもうやっぱりビュッフェだから全てつけてドリンクも込みでデザートも楽しむのかっていうようにして楽しむのかで考え方が変わると思うので、ぜひいいと思います。でビュッフェじゃなくてランチセットっていうのもあるんですよ。1000円か1500円ぐらいの、あんまりね食べない方用にランチセットっていうのもあって、お肉ので、それにもドリンクバーとかデザートつけれるので、ランチはちょっと楽しむけども基本的にはデザートだとか甘いもの行きたいよねっていう女性だとかの方にもすごくねハマってると思いました。なのでこういう使い方をしていただくにもすごくいいと思います。そのたくさん食べるから食べないしビュッフェいいわっていうよりかは、あそこのビュッフェはランチは少しでいいけどもデザートをたくさん食べれるよねみたいな感じで利用していただけると、これ女性の方にも絶対ハマると思いますので、ぜひ行ってみてください。なので全体的にはねやっぱお肉をすごく楽しめるビュッフェですし、今ねちょっとやっぱりこの時期で空いてるのでお肉ねかなり高回転できます。待ってる方が僕も少なかったので、もう何回転したんだろう、5回転6回転ぐらい いけたぐらい、全然待ち時間がないのでたくさん食べる方にもおすすめでございます。で、まあね、まあ冬はGoTo のポイント付与は終わりましたけども、GoTo Eat の食べログの方のとあともう一個とかでちょっと忘れました。食べログの方は確実にポイントも使えるお店なので、今溜まってるポイントを使ってぜひ行ってみるのもいいかと思います。ではですね、メニューの詳細とかはいつものように概要欄に載せておきます。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。まあね、ちょっとステージ4相当にちょっと上がってしまいまして自粛気味ですけども、まあ知事の方もね、4人以下ので2時間以内のやつだったら行ってくださいみたいな形で、ね、指針は出てますので、またラン札幌駅直結ですのでね、大変行きやすい買い物のついでだとかお腹空いた時にぜひぜひ行ってみてください。大変素晴らしいお店でございます。ではまた明日、バイバーイ。